はいみなさんこんにちは。2017年、えー、管理業務主任者マンション管理者、えー、試験合格発表を受けてまあ本試験ねえー、ちょい切りということでお話をさせていただきます。えー、担当レクセントに今私小野が担当いたします。よろしくお願いします。でまああの合否を分けた問題とかねあるね、えー、お話がありますがの合否を分けた問題というよりもどう言えばいいのかなえっ、ー、とどういった傾向で 試験がさされてきててききいいいるかという話を、ねえー、させたただきたいんですで今私がねこれ話をしている今日1月の19日です。1月の19日ね。えー、っと今日ですからねあの管理業務主任者試験の合格発表がされた日なんです。で、えー、先週です。先週12日にねマンション管理士試験の合格発表がなされてます。はいまあですから今現在で、ね、私がこれお話をしている私の気分は 最最新新新情情情報報報を伝伝えするるとといいいいううねねで番ししてつもりでございます、えー、ただ皆さんねこれをね動画をご覧になっている皆さんが、まあ、どのタイミングでご覧になっているかわからないんでねまあ1ヶ月ぐらい経ってからご覧になっている皆さんはね、えー、何こいつ興奮してんだよってねもう1ヶ月経っちゃってると思ってるかもしれませんただ私としてはね1月19日現在ということでお話をねさせていただきますんでよろしくお願いいたします さて、えー、ではまず発表ね、えー、合格発表がされましたので早朝からいきましょうかねとりあえず満館からいきましょうかねマンション管理士試験からねえー、いきますであのですねとりあえずこれお配りするようなレジュメ等々は一切ございません、えー、画面に移していきますがこれホームページからコピーをしたりとかですねであとは問題もあとでねちらっとお見せするものもあるんですがこれ私たちがね今作ったものなので、えー、画面を見ていただければいいかなと思うでもし音声だけという方がいらっしゃった場合はね まあこれが今映してるんですがこれあの数字なんですね。マンション管理ですねマンション管理士の試験の方ね。えー、マンション管理士試験の方ね。うん、なんでまあ音声だけの方も,もしいらっしゃった場合はね、えー、まあそれをね数字を音で聞い,ていただければいいかなと思う。えー、っとマンション管理士試験は36点合格。えー、36点合格でございましたね。 はいえー、そして9.0%、まあ、正確に8.96だったかな8.97だったかな、えー、なんですが9とといいうことになっていくまあだから去年が8%でございますんでね、えー、まあ1%上がってはおりますけれども、えー、っと合格者数がほとんど変わってないですね,ね合格者数ね、えー、まあ1,100人ぐらいかな1,168人合格なさってますが、ねえー、去年もね1 1 0 0人。 一人でございますからまあ千百人ぐらいでおそらくこれマンション管理士の試験の方は合格率を中心に考えてるんじゃないかなと思いますまあそれがだから結局ね、えー、受験者数がそんなに大きく変わらないもんですから結果的に1100人ぐらいになってると思うんだけどねまあ合格率で一、えー、桁の合格率を維持しようということで試験を作ってきてたと思ってますはいだから三十六点合格だったんだけどね これはい一方今日ね、えー、ついさっきね確認をさせていただきましたマンション管理業協会ねだからあの管理業務主任者ですよ、えー、と管理業務主任者試験の、ねえー、合格率こんな感じね管理業務主任者試験の合格率ね、えー、と合格率というかね、まあ、得点が36点同じですマンション管理試験と同じ。 マンンション管理試験と同じででもって21%ね21%ねマンション管理業協会のホームページで、ね、これは拾っておきました。21ね、まあ、正確には21.7%でございますがこれが、ね、合格率。でおそらくこちらはですねあのほらねえっ、ー、ともう勉強なさっている方は分かると思うんだけど、まあ、管理業務主任者は、ね、事務所に 一定数お金はならないという決まりがあるんでねまあ一定数お金はならないって決まりがありますのでこちらどちらかというとねパーセントというよりもやはり人数じゃないかなという気がしてるんです人数ねえー、合格者人数というのがね大体、えー、まあね7,000人ぐらいなんですよねええー、7,000人7,000人じゃ失礼しましたねえー、1万7,000人ぐらいね や何を言ってんだろ1万7000人ぐらい受けてるんですね失礼しました1万7000人ぐらいが受けまして大体4000人ぐらいね4000人ぐらいを合格者として出したいこれ人数じゃないかと思ってるんですよ人数ねええー、だから受験者の母体数は変わらないもんですからね大体4000人ぐらいを合格させたいんじゃないかなという気がする、ね、ええー、だまあ大体3800人とか3700人あたりで落ち着いてくるんですねこっち人数じゃないかなって気がするんですよ何かというとね まあ一定数置かねばならないよってことでございますのでまあ一定数ね管理業務就任者はね合格させねばならない大体それがね4,000人程度という発想ね4,000人弱と言えばいいのかな3 7 0 0百人ぐらいねまあそのぐらいを基準に考えてるんじゃないかと思いますはい、えー、というところからねまあ考えていきまして、ね、こういう基準になっているのねまあこういう基準に、ね、なっておりますね去年まあ去年というかね前回というかね えと合格者数は人ね、えー、合格率21.7%そしてまあ、ね、36問、ね、それで合格できましたということ。はい、ということでございますよ、ね、まずですねえっ、ー、とまあこの辺発表から何が分かるかっていうと同じ36点なんですが、ね、やっぱりちょっと意味が違うのかな。方やマンション管理士は8から9%ね。 まあ9%ぐらいと言っておきましょうかね。えー、ということになりますともしねマンション管理士試験が21%ね20%でしょうが気パよく20%合格させるよって言ったらねえー、おそらくもっとグッと値下がるのね下がるのよ。ね、まあ32 3点ぐらいにななるるのかなって気がする、ねえー、逆にですね例えば管理業務支援者試験の方がね マンション管理と同じように合格合格率ですね合格率を8から9にするよって8から9にしますよなんて言ったらこれ40点ぐらいになっちゃうかもしれないんだよね合格点がまあだから何点取ればいいかとかいう発想ではないんですねここはね何点取ればいいかという発想ではなくてまあどうやったらどうにね試験合格できるかっていうポイントがある何かというとやっぱりこれねこの違いなんですよね。 もう単純に合格ねここは合格率でいきますね、えー、管理業務主任者試験は21%ねえー、マンション管理士は89%から9だから難しいかどうかではなくて受かりにくいか受かりやすいかねえー、まあそんだけだと思ってます受かりにくい試験がマンション管理士試験ねそれと比較をすれば受かりやすい試験が管理業務主任者試験あくまで比較の問題ね 21%20% ですからねこれ受かりやすいよって言ったってねそんなに簡単なわけじゃないですからね8割落ちるわけですから80%の皆さんが残念な思いをするわけなんでねえー、決して簡単な問題ではないんです簡単な試験ではないよねまあただし受かりにくいか受かりやすいかっていうのは数字で合格率を比較するとその傾向が出てくるで、えー、ちょっとお見せしますけどねまあどっちか行こうか管理学習者が行こうかあのね 管理業務主任者試験の問題、まあ、ちょいとお見せしますがえっ、ー、とまあこれ皆さんおともとにはねもしある方は挙げていただいても結構なんだけど、まあ、ない方は気にしないでね、えー、あるいは音声だけという方がもしいらっしゃった場合にはね問題番号を申し上げるんでえっ、ー、と後でね見ていただければいいやえっ、ー、とですね管理業務主任者試験の問題でねこういうのがあったんですねまあちょっとねテーマは違うんだけどね特徴的なものを拾っておきたいんでんえっ、ー、とですね問いのですねよいしょ えー、問いの6番にですね問いの6番に問いの6番にこういう問題があってねね問いの6番これ管理業務主任者試験の問いの6番の問題でございますが A と B が B をを任任者とする委任契約を締結まあだから、ねえー、A さんが委任者ね頼む方 B さんが受任者引き受けた方ね まあ、という一行の非常に簡単な問題でね、ね、えー、正しいものはどれですかっていうね、問題文を二行しかない。とっても単純な問題、ね。まあ、委任契約の特徴を聞いてくるっていう問題をね、真正面から聞いていきます。民法の規定ではどうなってますかってやつ、ね。はい、ところがね、これが今度マンション管理士ね。マンション管理士試験の方で行きますと、まあ、委任契約ではございません。えー、ただ、特徴を表す問題をね、えー、引っ張って一問ね、引っ張っておきましたんで、 ね、見ていただきたいんでねまあ持ってる方は見ていただきたいで持ってない方は当然見なくてもいいんだけどね別に開けなくていいんだけどえっ、ー、とマンション管理士試験のね,ね問いの12番にこういう問題があったんですね問いの12番、ね、こういう問題があった問いの12番ですねはい、えー「高マンションの区分所有者 A が管理組合かっこ管理者 B に対し管理費を滞納ししている管理組合に対して滞納している」。 えー、さて、管理費債権の消滅事項に関する次の規律のうち、民法の規定によれば、後半でね、正しいものはどれか。まあ、これも3行です。えー、対して複雑ではございませんが、ね、えー、A さんという所有者で、ね、区分所有者が、滞納してますよという問題設定ね。えー、で、これ、時効の話を聞いてくるんですよ。時効の話。で、こちらがちょっとお話をしちゃいますけどね。ね、例えば2番でございます。これ、正解者なんだけどね。2番ね。えー、管理費債権の一部について、 すでに時効消滅事項が完成しているにもかかわらず A が時効完成の事実を知らないで B に対し滞納額全額を支払う旨の、A、承認書を差し入れた時は以後ね完成した動画へ、ね、消滅事項の主張を認められないはいその通り。要するに承認というのはね、A、承認でね時効は中断してしまうのでまあだから知らなかったとしたって消滅したよという主張は認められません。 というわけ一方ねあのー、こっちね管理業務主任者試験の方はさっき問題読めたでしょ A と B がおってというねそういう問題で,で選択肢一番答えなんだけどね B は A の承認がなければ受任者たる、ね、地位を第三者に譲渡することはできないまあ何と言えばいいんだろうね仕事を引き受けたという立場を、ね、勝手に誰かに譲渡ねえねそね 義務をままた任せてしまっててしっっいいかって話なんだけどからえっ、えー、とねこの辺りがやっぱり皆さんねまあ2つの資格,資格試験の特徴じゃないかと思ってるんですよ。でそれに合わせましてねまあどういうふうなね実際上ね対策を立てればいいかの話をしていきますが、えー、何かというとですね気が付いたかな管理業務主任者試験ってね割と抽象的に法律の問題出すんですよ。今のね 委任契約の特徴なんです委任契約の特徴ねそれを、えー、そのまんまポンと出してくるのが管理業務主者試験、えー、ところがですねマンション管理者の試験は、ね、どうにかしてマンション管理に寄せてくるんですよね寄せてくるの今もそうでしょ、えー、さっきの問題ねこの問いのねマンション管理士試験の問いの12番もう単純に時効の話なんですよ え承認があると事故を中断しちゃうもんねだから知らなかったとしたって完成しないもんねってね主張を認めないもんねって。ねえー、というところなんでこれ管理業務任者試験であるならばね別に管理費に限定かけてこないで、ね、A さんが B さんに対する債務 O なんてやってくる可能性大なんだよね。えー、一方例えば管理業務任者試験がこれがね問いの6番この委任,任の委任の問題がマンション管理だったら多分これ管理会社になってるんだよね。 管理組合と管理会社の間で何、ね、とかマンションの管理をね委託した場合とかねそういう設定になってくるんじゃないかなはいだからどっっっちのの方方が取りりややすいかっていかてうとやっぱり管理業務者試験の方でしょう、ねえー、それをね例えば、まあね、法律のテーマがポーンと出題されてくるのが管理業務主義者試験それをマンション管理の状況に寄せて作ってくるのがマンション管理試験なんで読み取らなきゃいけないんだよね この状況設定はただ今の話で、ね、さっきの話でいくならば別にね滞納管理費じゃなくていいわけですよ、ね、単なる債務を時効完成後にそれと知らず承認した場合はもうもはやね援用はできなくなるよってだけの話なんでねまあだからそれは別に管理費である必要はないそれを読み取る作業これ大事、ねえー、そこに若干の差異が生じます、ね、ただし、ね、まあいいかな え若干の際というのは問題設定の際なんでねじゃあ今の話ですよ民法を学習した皆さんね例えば受任者という立場を勝手に誰かに譲渡していいかったらダメだよってね大体いいほら下請けっていうのあるかもしれないけど下委員ってないじゃないですか、ね、自分がやるべき仕事を誰かに任していけないのよ、ね、まあもしそれをやるんだろうならば委託した本人の承諾を得なきゃならないわけねあとやむを得ない自由とかあるかもしれないけどさじゃあそれは置いといてね別のテーマだから えーという話、はい、それからさっきのね時効の話もそう、ね、ええー、と完成を知らずに承認したってあとでね知りませんでしたから、ね、払いませんとは言わせないってやつこれどっちも基本的ですよ。委任契約の基本消滅時効の基本、ね、だそのちゃんと読み取りができるのであるならば今の2つの問題はレベル変わんないでしょ。 マンンション管理士だかから難しいいわけじゃないのかなのって気がする、えー、管理業務主任者だから優しくて解きやすいとは限らないかな。えー、ちゃんと読み取りができるんであるならばレベルは多分変わらないはずだからいい、えー、ここから先はね、まあ、別のね話になってしまうんだけどあのさっきちらっと言ったもし管理業務主任者試験の9%と言われたら点数40点ぐらいになっちゃうんじゃないかなって今年の問題ね。 えー、ただマンション管理士の,、ね、合,あの合格率が20%になるんだったら32歳になるんじゃないかな今年の問題ねって感じ。うん、はいというだけでね結局ね何をしなきゃいけないかっていうと、ねえー、共に20%と9%ぐらい、ねえー、この率になるよっていうのであるならば、うん、例えば管理業務主任者試験で行くならばね上位、まあ、4,000人というか3,500人ですよ。ね、上位3,500人の中に入るような学習をすればいい。 でもって、マンション管理士で行くならばね、ね上位8%から9%に入るような学習をすればいい。こ、ね、んな感じで、ねね。で、実際上ね、えー、これをね、最後にね、お話をして、ね、私のお話を終わって、えー、あとね、一つまあ紹介するものもあるんだけど、終わりにしますけどね。何かというと、あのね、マンション管理士の試験ってね、マンション管理士のね、マンション管理士試験っていうのはね、ね、えー、いわゆる普通レベル。 全受験生の50以上が正解する問題を取っておかなないいと合格できないんだねただね、えー、管理業務修正の試験というのは、ね、大体6割から7割でいいんですよ。6割から70%が正解していいんです。ねえー、まも、あのによってしまうからねちょっとそれはねはっきりこ何パーセント言えないんだけどつまり、ね、全受験生の50%以上が正解する問題全部取らなくてもいいの。半分ぐらいでいいの。そこに受かりやすさがあるだけなんです。 であまりね、試験のレベルは変わってないんですよ。だマンション管理試験をね、受けたい皆さんは管理業務収支の試験をちゃんとね、やっておくと勉強になるし。ね、管理業務収支試験だけの通り,通りたいんだって皆さんはマンション管理のね、学習をしていると、ね、結構取りやすくなるんです。あの、こういう問題があったんですね。これは偶然だと思う。ほら、マンション管理士試験の方が一週間早いんですよね。 でその時にね、これはまあねちょっと紹介したいだけなんで <laughs> 簡単にく一首だけ紹介しておきますけどね。えっと選択肢4番ね。まあこれ問題はマンションの設備に関する次の規律のうちっていう簡単な問題なんだけど、ねえー、選択肢4番にね「地震時のエレベーター内の閉じ込め防止策の一つとして初期微動 P 波を探知して 運転を制御するね、えー、地震時で感性、えー、運転装置を設置する。うん、まあピーハを感知してね、えー、まあ制御するような装置を設置する。うんまあこれはそれ自体は正しいわけだね。ねピーハって初期微動なんだって、うんえー。だからもしかしたらここ罰かもしれないけどさ。ねピ、えーハって初期微動ですかとかね。まあそういったようなものあと本心の揺れなんですかとかね。 それをマンション管理で聞いてくるっていうのはねやっぱりマンション管理試験はこうやって管理寄せてくるんですよだからエレベーターにそういう装置をつけるべきだよねってね<え>で、だからマンション管理試験っていうのはこれね最初の方のこの P 波というところが初期微動だってところは多分間違いないんですよここ×だよってやっちゃうと話変わっちゃうでしょマンション管理ではなくって地震に関する地学の話になっちゃうんだよね だからやっぱりマンション会試験というのはその辺りではね引っかけやってこないのがほとんどです。時々変な問題もあるけどちょっと置いといてね。ええ、うん、だからそういうのねちゃんとこれ学習してる皆さんは実はね管理業務就任者試験でこいう問題があったんだよ。ねうん、えーっとというねこれ管理業務就任者試験の問題です。ね、管理業務就任者試験の問題の問題のという20番にね。うんえー、選択肢4番地震波には P 波と S 波があり P 波の方が S 波より早く伝わる性質がある。 P っって初期微動だったよね <laughs> じゃあ SR というのは何だかよく分かんないけもさ初期微動の方が早いじゃんそりゃそうじゃん。っていう形になっていくのね。まあだからこれは多分偶然だと思います。ねえー、今年の問題ね今年というか去年の問題ね。えー、これは偶然だと思うんですけどもねえー、やっぱり被るとこ多いんですよ。だからマンション管理士試験でちゃんとね管理寄せてくる表現寄せてきたよね。 まあどうにかしてマンション管理を寄せてくるんだけども、えー、その知識をねちゃんと学習してると管理業務就職者試験に使える可能性大、えー、今年はそんな感じで1週間後の管理業務就職者試験の問題に反映したんだ、ねえー、ただ、ね、通常だから過去問題集出てるでしょ、えー、過去問題集をやっていただきますとそれで答えが出るわけなんでそういったね同じようなテーマって、ね、たくさんあるんですよじゃどう出すかという話と5割を取らなきゃいけないかということと 5割正解する問題半分でいいかというねそこに若干違い生じるだけ、えー、だからこの二つの試験はですね、えー、とっても重なりが強いので、ねえー、だから今言ったねさっきのやつ、ね、もしかしたらさっきの通りの、ね、4えー、20番は合否分けた問題になっちゃってるかもしれないんだよね,ねマンション鑑賞試験でやった人はねあそうそうね P 派の方が早いはずとかね、えー、そういう形になってます、えー、ただ捉え方はねいろいろございますんであので我々ね えっと2月の3日にね私小野とですねそれから太田先生と亀田講師ね、えー、まあこの3人を使いましてねえっとまあ2017年本試験を切るっていうのをやるんです。これはほらね2時間時間をとってねお話をします。3人の講師がそれぞれパートを分けましてね2時間で、えー、まさにこれが分けたよねとかねあとはこういう特徴があるよねっていった問題でやっていきます。 ね、2月3日にやっちゃいましたって言い方になっちゃうかもしれないけど、まあ、これからね2月3日に向けて、えー、いわゆる本試験ねマンション管理試験と管理業務所の試験ね、えー、これをですね比較として見ていきたいかなと思う皆さんは、ねえー、こういったね,試験,ね試験分析会というのを、ね、2月3日にやりますので、まあ、そこで参加してもらえばいいかなと思ってます、はいえー。というわけでこれ参加無料予約不要になっておりましていルタワー本校なんでね,ねまあですからね、えー まあ時間もある。それからまだ2月3日も過ぎてないし時間もあるよって皆さんはぜひ参加してほしい。あちなみにこれね、あの中継しますね、えー。東京エルタワー行ってらんないよとい皆さんいるかもしれないけどね、あの同時中継いっぱいありますからね、えー。同時中継ねたくさんやりますのでね、まあインターネット等々でね、えー、ご確認の上ね、まあぜひとも参加をね検討なさってみてください。いいかな、えー。ここのところで2時間かけて3人でやります。 だから3040分1人ね持ち時間ございますんで具体的な問題の解き方等々ね分析していくことにします。まあというわけで、ねえー、今日1月19日管理業務就職試験が発表がありました。ねえー、もう皆さんね受験のした皆さんはね、えー、今日で一括りがついたと思いますお疲れ様でございました。でこれからねじゃあ来年に向けて次回に向けてね来年じゃない今年だ今年のね、えー、試験に向けて頑張ろうと皆さんは一緒に頑張っていきましょう。ね はい、ではねえ、20分ほど経ちましたんで、私のお話は以上とさせていただきます。皆さんお疲れ様でした。